プレプレとは、コートジボワールのバウレジンにより制作された仮面で、ゴリという伝統的な行事に用いられる、複数種の仮面の中の一つである。この仮面には、様々なデザインのものが存在するが、いずれにも共通する要素として2本の角、平面的な顔面、2つの目、歯をむき出しにした口が挙げられる。太陽やバッファロー、あるいはヤギなどの若い動物を象徴するものであり。 赤と黒により性別が区別されるが、口実するゴリの流れ全体の中では男性的なモチーフとして扱われる。この仮面は、葬式や娯楽の目的で模様されるゴリという舞踏の際に用いられる4種類の仮面のうち最初に登場するものである。ラフィアヤシの歯でできた衣装に全身を包んだ2人の若い男性の踊り手が被り荒々しい踊りを披露する。その後、 動物の頭部を模したゴリグレン、角の吐いたパンプレ、人間の顔を模したパンの順でそれぞれ二人組となった踊り手が後に続く。このようにプレプレは他の立派な登場人物を引き立てるための前座としての性格が目立ち、ゴリを社会の縮図と見立てた場合、最下層の未熟な声援を表す役割も担っている。しかし、年少男子を表すという点は、 共通するものの戦術の順番以外でゴリが取り行われた事例も報告されている。この仮面はゴリとは全く無関係なポップカルチャーにおいて何らかのモチーフとされている場合がある。例えば、ハービー・ハンコックのヘッドハンターズのカバージャケットに描かれているハンコックの用紙に関して、頭部がバウレの仮面の口の位置をアナログビューメーターにしたものと形容された例があり、 プレプレを参考とした可能性が伺われる。また、ゲーム、ファイナルファンタジー14にも、武器アイテムとして、プレプレというものが登場する。ただしその詳細については、混乱が見られ、ウェアナスでは、赤がオスで黒がメスとされているのに対し、ニュートンでは全く正反対の説明がなされている。この報告における具体的な登場順は次の通り。一番目、パンプレ。 二番目、ゴリグレン、三番目、プレプレ、四番目、パン。セギーハット AB アレクサンドルワンドで AB ウェアナス、コール、小川。フェルド、ウェアナスの差し絵も参照。英語、日本語。ありがとうございます。